では霊章に移ります。横線は特にそうなんですが、筆を引くつもりでギュッと引くつもりような意識で書いてください。引く感じですね。引っ張る感じ、ぐっと引っ張る感じですね。細めですが、切れ味を、鋭くしたいなという気持ちで書いてみました。会社の時でちょっとお話ししましたけど、例えば、画数がこう多い、この懐をこう いっぱいに書くには、ちょっとこう空間を入れてやるだけで、外に対する広がりが出てきますね。逆にここを狭くして、このページのこの字を広く書いてやるとぐっと中心が引き締まりますので、力が 中に集中するという感じになりますよね。そこら辺はその時々に応じてやっていただければいいと思いますね。